クテーションプラス。男鹿片上地区園芸メガ団地にやってきました、はい、今日は佐竹知事と一緒にお話を伺います。ところで知事、うん、園芸メガ団地って何ですか？野菜やね、花などの農産物の販売で他の、ね、産地に打ち勝つためには一定の品質はもちろんね、はい、一定の量で、ね、継続的に出荷して市場にね強くねアピールしていくのが必要なんです、はい、そこでね昨年度から県ではね野菜やね花の大規模な生産を行う園芸メガ団地の、ね、整備を、ね、進めているんですよ。そうなんですね、はい、それでこのメガ団地では特に、ねはい、若い人が、ね一生懸命頑張ってるんですよ、ね、早速行ってみましょう。行ってみましょう。男鹿片上地区園芸メガ団地で菊の、ね、栽培をしている吉田洋平さんと安田善也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田さん、はい、この園芸メガ団地はどれくらいの規模なんですか？はい、今年度は路地2ヘクタールとパイプハウス15棟で6名の生産者が営農をしています。来年度からまた新たに2名の生産者が営農を開始して路地2ヘクタールパイプハウス5棟を増加する予定でいます。年間販売額1億円以上を目指して生産者一丸となって頑張っております。こうしたねメガ団地の整備は意欲ある農家や、ね、生産法人をバックアップするため地元 JA がですね県や市町村と、ね、協力して行っているんですよ。安田さん、園芸メガ団地のいいところはどんなところですか？設備や農機具を共同で使えること、うん、まあ、栽培技術や、まあ、知識を仲間同士共有できることですね、うん、実は6名のうち4名が新規就農者なんです。それぞれが一経営者一経営体なんですけれども、JA や、県の営農指導を受けながらチームワークで取り組んで頑張っています。頼もしいですね。そうですね。これからね、栽培している、ね、菊これをね見せてもらいましょうよ、ね、いいですか？はい、もちろんです。どうぞ。安田さん、出荷まではどれくらいかかるんですか？ここにあるお花なんですけれども、はい、お彼岸用の菊は、前の年の10月11月頃から苗作りを始めてます。秋田の、ね、菊はね品質が良いこと、それから若手のね皆さんが頑張ってるということで、はい、首都圏のね市長などからもねとってもね期待されてるんですよ。うん、嬉しいですね。そうね、男鹿片上地区園芸メガ団地の皆さんにお集まりいただきました。では最後に吉田さんの今後のビジョンを聞かせてください。はい、生産者一丸となって生産量を増やし県産の花のシェア拡大を目指します。品質のいい秋田の菊を全国へお届けします。園芸メガ団地はね農業の担い手をね確保する上でとても重要な事業なんです。はい、県では若い人が農業にね従事しやすい環境づくりをねしっかりバックアップしていきます。はい、皆さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。秋田の菊を全国へですね。だ私の秋田ビジョン、がむしゃら。